西経の手相談室ボリューム30このコーナーは手の写真と質問内容を見ながら手相を解説したり独断と偏見で質問にお答えしていくコーナーですブログメルマガなどで不定期に手相とご質問を募集しています気になる方は概要欄をチェックしてみてください今日のご質問はこちらです、えー、ひろしさん、えー、50代男性 えー、同居している70代の母親が20 2023年初めから神経症と診断されました不眠や愚痴や、えー、不平不満の連行イライラして私や、えー、父や私に対してちょっかいをかけてきますやがて口論や喧嘩になることを、えー、毎日繰り返していてしんどいです母親の精神状態が寛解、えー、するのはいつごろでしょうか えー、このような状態でどのように母親に接したらいいか教えてほしいです。はい。というご質問をいただいておりますのでお答えしていきます。今回は、えー、お母様の手の写真を送っていただいておりまして、えー、実は、えー、手相談室ボリューム19でご相談いただいた男性です。はい。なんか写真の撮り方から見ると、なんかお母様のことが お好きなんですね。なんかお母様のことを大事にされてるんだなというのが伝わってくる写真です。で、えー、この方ですね、まあ、全体的に確かにまあ神経系の症状が出ているような体だなという、ね、感じはするんですが、えー、っとですね、なんか病気というよりも、この方はご自身がもともと子供っぽいというか、もともと口が悪いというかね、でまあ、勢いでわーっていう方なんじゃないかなとありまして、 それがなんか出てきている感じですね。で、えーまあ、この男性自身がですね、本当は、まあ、あの子供なんですけど、えー、この男性が、まあ、子供らしいわがままを本当は言いたかったんだけれども、お母様と立場が逆転しているような感じで、 家の中でわがままを言うのは息子ではなくお母さんだったんじゃないかなというのがあります。で、寛解するかどうかはさておきなんですけれども、まあ、来年の今頃の時期、まあ、8月ぐらいですかね、8月9月頃ですかね、えー、このあたりは体調が変化しやすいようで、まあ、良いか悪いかはさておき、おとなしくなってくるのはこのあたりかなというのがあります。ある意味、 まあ、これだけ、えー、コロナに見解になることっていうのがあるんですけど、結構ね、なんか、元気な手だな、というのがあって、えー、割と、なんか、エネルギッシュだな、というのがあって、なんか、先ほど言ったように、息子さんと、息子さんにちょっとこのパワーを分けてあげたらいいのにな、というね、えー、そんな感じでございます。 で、問題はですね、お母さんとの接し方というよりも、その後の話になってきまして、実はお母様の手にもですね、この方、まあ、ヒロさんかな、ひろしさんの、えー、お仕事について出ていましてですね、えー、なんで、まあ、ヒロさんの場合ですね、お母さんとの距離感と、ご自身のね、お仕事が繋がっていてですね、 お母様との距離感が離れれば離れるほどお仕事もうまくいって安定していくんですよね。なので、えー、っと、フリースペースを今日はちょっと使いますが、えー、っと、まあ、こうね、仕事とですね、仕事とですね、えー、えー、家族関係がつながっていると、 関係はつながっていると、ね、つながっていて、えー、どちらかというとこの方は、えーまあ、離れた方がいいかなと、えー、離れた方が離れた方が、えー、仕事は安定するよと。 で、えー、ちょっとね、なんか今、えー、見てみると、なんか、まあ、考えすぎというか、えー、いらぬ妄想というか、心配みたいなのが出やすいので、まあ、まず妄想より行動という感じですかね。行動という感じで、 えー、で、そ、そろそろ動いた方が、えー、えー、良さそうですね。なので、まあ、その時期が、まあ、先ほど申し上げましたように、来年の8月以降ですかね。えー、ちょっとまあ、そういったターニングポイントとなる時期が来ておりますので、えー、そろそろ動く準備をした方がいいのかな、というのがあります。はい。ということで、以上になります。 えー、詳しい見方やなぜそう判断したのかの、えー、理由などはメールマガジン、ポンツ山奥で解説しております。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。このチャンネルでは、えー、手数や占いについての実践的な情報を発信しておりますので、チャンネル登録、高評価、フォローよろしくお願いします。西京でした。バイバーイ。